はい、カンボジア不動産チャンネルのジェット谷です。えっ、ー、と、今日は私のブログ記事から、えー、ニュースを追っていきます。衝撃的なニュースを出してます。なんと、キリロムで。ラブを運営、吉塚武ファウンダー。リゾートがラブホテルへ。店舗型、ええー、性風俗。特殊営業に進出ですか、ということです。えっ、ー、と、キリロム工科大学の。校内で、えー、ラブを運営しようと。 えっと、私も全くもうわかりません。えー、何を考えているのかさっぱりもう私の良識の範疇を超えております。はい、えっ、ー、と、なぜこんなことになったかと言いますと、2 0 2 0年2月10日の投稿です。えー、イノシズカファウンダー Facebook で、えー、こんなこと書いています。まあ、ラブをキリロムに作るという公開宣言をされてしまいました。まあ、実現できる方法を模索します。え実現する方法を本当に模索するんですか大学の校内ですよ。校内にラブを作るんですかえっ、ー、と、このきっかけになったのが、キリロム会議があった後、 まあ大成功といううちでで盛り上がったんでしょう、ね、じゃあそこで1年生の女の子があの大学の1年生の女の子ですよあのもうリゾートホテルなんかやめてラブを作っちゃいましょうよっていうことを言いますとあのそこでノシツカファウンダーが注意をするのかといってまず、あ、冗談だろうということを言うと思ったらうん実現する方法を無してみますというふうにちゃんと真剣に検討してみるということをこれはこうフェイスブックであの発信しちゃったという何だろうこれはという、まあ、一発当てた成りの不動産部屋が キャバクラのネイチャーの周りでいうような会話をあのこんなことで出しております。えーと私本当にわかりませんこの本当にでさらにあの驚く内容がここにあります。はいこの女の子自体もあの前日に投稿しております。あのキリロムのラボについてのこと言います。で、えー、ます、えー。カンボジアではラボで名前をつくと示されちゃいます。はい非常に性風俗産業には厳しくあの再交渉がつくような形になっております。違法した場合ははいでここで赤線のとくし実は、えー、パイプルームのキング のコンセプトの一つがこれあのキリロムのあのリゾートのホテルの。 部屋の種類なんですけども、ラボーなので、それを、えー、コンセプトがラボーなので、それをあのレアできたらいいと思ってますということで、以前から、えー、ラブホー仕様という形での部屋があるとで、そしてそれを学生が認識をしているとで、学生はおそらくそれが非常に稼働率がいいのか、ご自身も利用してよかったのかわからないけど、それでもうラボーに変えちゃいましょうよと。 いうようよな会話を学長として学長がフェイスブックでアップしちゃったというなんかもう驚きのニュースです、もう私、本当にこれ、分かりません。 はい、もうあの、大学の校内でラブホテルを作ろう、運営しようという発想に、もうみんなが驚いてですね、私のところに意見や投稿、メール、メッセンジャーいっぱい来ました。はい、もうそれ、そこあの、もう言葉にできないです。下品風俗、これが大学かという意見がいっぱいです。大学、海外に500万円も払って、あの、ラブホの勉強しに行くのかと、えー、お客がやっちゃった後の、あの、片付けをやるなんて大学生のやることかということの、もうあの、みんな、あの、怒りというか、もう呆れた、あの、意見が書いております。 はい、僕の周りでは、えー、こういう意見で私も同意見ですところがもう私、もう世の中ひっくり返ってしまいそうなのがイノシズカファウンダーの周りの人たちはまだ考え方違うんですよね、はいあのー、先ほどのビジネスホテル検討もいいかなというところで意見にこんなコメントが入っていますビジネス的な観点からもラブホテルはありですよね背中を押したのは自分でないですよとかですね素晴らしいです、広場にまんでいる学生までの器が大きくなりますとラブホテルを計画すると器が大きくなるんですか。でこのノートは最後です この意見は最高でしたっ、ね、てことですね、自分も大学1年生に負けないように、成長していないように、あんた一何の仕事をやってるんですかという形です、皆さん、これ、分かってるんですか、大学の校内でラブホテルを運営しようというところが、どこが観点が素晴らしくて、この大学1年生を見習なければいけないのか、私、分かりません、はい、ここで紹介、簡単にしておきます、一番下で、アリサ・ワカさん、あのキリオムの東京社長です、もう前払いで宿泊費はいただいていますからねって、まあ、なんかちょっと意味が分からないです、これは。 はい。 はい。で、ひょっとしたら、えっ、ー、と、世界的には、あの、大学構内で、あの、そういうラブホテルみたいな機能があるような大学があるのかなってことをネットでいろいろ検索しました。一応僕検索したのは日本語と英語だけです。はい。だけど、大学構内で成功ができる大学なんて、私調べた限りは全くありません。それよりも、大学構内での成功は基本的には事件が多い。例えば、えー、男性から女性強要されたと、えー、先輩から未成年の学生を やられたもしくは教員から生徒が強行的にやられたああ盛りない環境でやったという形で、えー、セックスというよりも、えー、これあのー、キャンパスレイプという言葉があるぐらいに大学内での、えー、セックスというのに非常に今敏感になってこれ世界的な運動でなっておりますはいこんな感覚の中で大学の校内の中であのー、ラブホテルを作ろうという感覚が私本当にイノシツカファウンダーこれ企業も高カ大学の経営陣の考え方は全く 分からないですこれもっと大きくマスコミに出してくれてもいいことだと思いますでそして今、えー、とキリルム工科大学ですこれまで学生に今インドネシアの学生をキリルム工科大学にあの医療という活動を事業としてしております事業は授業じゃなくて授業ですよねはいあのインドネシアですけどいや厳格なイスラム教徒の国ですこんなのが大学の校内でセックスできる環境であるだと言って誰がそんなこと来ると思うんですか 分からないですねこんなところに私自分の娘は絶対大学行かせませんはいあのー、ちょっと冗談でもこんなことネットで上げることじゃないと思いますちょっと、あのー、最後、あのー、子供のことを思い出したらちょっと腹が立ってきましたはい、えー、この大学の中でラブホーやろうということですけども追っていきたいと思いますはいそしたら次回、えー、カンボジア不動産チャンネルの更新をお待ちください絶対に怒ってます